つも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルは誰でも簡単にすぐできるをコンセプトにして食パンのアレンジレシピを配信しています。今日はこのようなカップスープの素を使って食パンのアレンジレシピを作っていきたいと思います。このカップスープにですね、お湯を注いでそのまま飲まれている方が大多数だと思うんですけれども、これ一つで箱に大体4袋ぐらい入っていて、で割と味に飽きちゃったりすることって結構あるんですよね。でもかといってこの種類を何個も買っていろんな種類を毎日こう変えて飲むとか、常にストックしておくっていうのは割と面倒くさいんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。ですので、もうちょっとこのままスープとして飲むのはちょっと飽きちゃったっていう方向けにですね、食パンのアレンジレシピを作りましたので、ぜひ参考にしていただいて、毎日の朝食を充実したものにしていただければいいかなというふうに思っております。このレシピが美味しそうだなと思われた方はぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。また過去の動画でも時短で作れる食パンのアレンジレシピだったりとか、あと少し時間に余裕があるときに作れるレシピ、さまざまな食パンのアレンジレシピの動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは早速食材の説明に入りたいと思います。はい、今日はですね、まずこちらの食パンですね、1枚使用していきます。こちらと今日はですね、もうスタンダードにコーンの、カップスープの素を使っていきます。それとこちらのチーズが大体 30g とソーセージが1本、あとはカップスープを溶かすのに使うこちらのお水ですね、こちらを使っていきます。はい、それでは早速お湯を沸かしていきたいと思います。こちら注意点としては、袋に記載されている半分の水を使って作っていきたいと思います。はい、お湯が沸きましたので、カップスープの素を鍋に入れていきたいと思います。はい、このぐらいですね、粘度がついたら取り出していきます。はい、そうしましたらソーセージを薄く斜めにスライスしていきたいと思います。はい、そうしましたらあとですね、盛り付けていきたいと思います。まずは先ほど溶かした、カップスープの素を食パンの上にのせていきます。はい、次に、先ほど切ったソーセージをのせていきます。はい、最後にですね、チーズをかけていきたいと思います。はい、こちらをですね、トースターでチーズが溶けるまで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。これ取り出していきます。このぐらいですね、チーズが溶ければ完成です。はい、最後にですね、彩りでパセリをのせていきたいと思います。はい、こちらで完成となります。いかがだったでしょうか。誰でも簡単にすぐ作れますので、ぜひお試しになってください。ではまた。